こんにちは。さあ、豊さん、大変だ。ベイスターズが大変なことになりました。バファーもな、どうなるかわからないし、今永出ていっちゃうし、そうなんです。2枚。で、石田が FA だろう。そうなんです。行使しました。そうだな。はい。行使したっていうことは、やっぱどっか行くだろうな。ですよね。まあ、宣言残留込みなのか、ちょっとわからないんですけれども。となると、残るよりかは。出ていくことの可能性の方が強いな。だからこの一報が報じられるまではこのベイスターズ、まあ、石田投手と戸柱捕手、2人がFA 権を持っていて、この2人とも残留に向けて球団はすごく交渉を重ねているって記事がずっと出てたので、残ると2人とも思っていたんですけれども。あ、そう。は、え、出ると思いました。いや、俺はもう本当一進一退だと思ってた。あ、そうだったんですね。だから、まあ、それだけの話し合いの中で行使したっていうことはもう出ていくかなっていうような。ああ、そうか。まあそんな感じはしてるけどね。で、まあ左の先発ローテを守っていた石田投手、はい、で、まあ、バウアー投手は分からないですけれども、これごそっと今3ピッチャーいなくなってしまうかもと考えると。DeNA はまあ苦しくなるよな、はい、まあただね、まあチャンスっちゃチャンス。まあ石川っていう左ピッチャーも結構育ってるし、はい、ファームでは小園とか、うん、深沢とかいるし、はい、だからそういう意味ではチャンスっちゃチャンスだよね。大きく目が開く。そうですね、若手にとってみたらそうですね。そう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 。だからまあそら実績を考えるとね、それは痛いかもわからないけど、まあその若手にチャンスが回ってくるっていうことを考えると、まあ悲観的にならない方がいいな。例えばじゃあ1軍で中でやってた人を先に先発ローで来シーズン回して、はい、下から来シーズンその中、まずは中にっていうやり方。まあただね、うん、適性があるからそれは見てみなきゃわからないけども、はい、まあ若い子ってやっぱ先発志向のピッチャー多いと思うよ、はい、だから今年は先発でいくからって言ったらそれなりのものは仕上げてくるとは思うけどね、はい、まあ石川なんか去年なんか本当に厳しいところで登板したりだとか、うんまあしてたしね、まあ、それなりの経験も積んだし、はい、まあ投げてる姿見てると同業も育ってるしな、うん、そうです。だから、まあ、先発ができないっていうことはまずないと思うんだよね、うん、で深沢も情報によったらすごくいいっていうふうに聞いてるし、はい、まああとは小園、素材的にはそうですね、だからいるのはいるんだよ、はい、ただその深沢っていうのはすごく本当に評価がうなぎ登りで良くなってきてるし、うん、あとは小園だよね、はい、保存をどう上げて育てるかっていう、うん、まあそういうことを考えると、まあ、有望なピッチャーはたくさんいる、うん、ただ実績がないだけでまあどうなるか、取っかかりがどうなるかっていうね、はい、あとやっぱこう左で坂本っていうのもすごく期待はするしね。いるはいますね。だからまあ各球団そうやって言っていけばいるんだよみたいなことを言われるかもわからないけども、まあ着実に DeNA は育ててる、うん、だからまあそこら辺はまあ悲観じゃなくて楽しみにしてもらいたいなっていうふうに思う。例えばじゃあ仮にです、まあ、今永投手はポスティングで石田投手はまあ手を挙げた、はい、でまあ、バウアー投手はまだ分からないんですけれども、じゃあこの3枚抜けたとして来シーズン、まあ、東投手エース筆頭にどういう先発ローテを組んでいくかなっていうふうに豊さん思います。まあ東軸になるとは思うけど、今年の実績から考えるとね、はい、まああとは大貫、あ、そうだ、大貫投手はとかいるし、はい、あとはまあ浜ちゃんもそうかもわからないけども、うん、あ、まあ FA の動向で、はい、山崎幸也がそれる可能性もあるしね。そうですよね。だからそういう意味ではまだちょっと確立はされてないとは思うけども、ただ若手にチャンスが回ってくるっていうことは確かだよね。そうですね、うん、あとは例えば国内だけじゃなくてその海外から外国人のピッチャーをというのはそれもあるよ、うん、ただ今年阪神がね、はい、村上があーってブレイクしたように、うん、やっぱ隠れてる素材っていうのはたくさんいると思うんだよ、はい、だって村上のデビューなんか鮮烈だったよな、はい、のパーフェクトでみたいなバンバンいっててみたいな、はい、だから DeNA の投手の中にもそういう可能性を秘めてるピッチャーっていうのはいるし、うん、だから、まあ、仮に石田が出ていく、じゃあどこに出ていくんだって、うん、どこ今セ・リーグですかね、パ・リーグですかね、球団がこう接触してくるチームというと、まあ、ヤクルトとか、やっぱとにかく左まあ石田っていうのはさ、はい、先発もできるし中に入ってることもあったんだよね、はい、だから使い勝手がいいというかさ、はい、だからまあいいんじゃないかなっていうふうには思うけどもね。ヤクルト、あ、じゃあ同一リーグでっていうことになる可能性ももちろんあるんですね。巨人どうですか、やっぱりピッチャー欲しいっていうふうに阿部監督言ってたので。でもね、先発ピッチャーのめどはある程度立ってると思うんだよ。だからもうそんなにはいらないかなっていう。お、もういらない。3人補強してるでしょ。してますね、はい、だからそんなにはいらないで、もう1球団広島、お、カープだから地元っていうのが結構、まあ、石田広島出身だしあ、広島工業、はい、健康かな、これは、うん、これ新井の後輩なんじゃないのかな。じゃあもう監督のなんか運命のような感じすらしますよね。いやだからそらね広島で家族で母校の後輩ってなると可能性はなくはないな。今スタッフの情報によるとお母様がカープファンだそうでなんでここまで親孝行だよね。でもなそうですよね、うん、そうです。あ、っていうことはやっぱりセ・リーグからオファーの方が多くなりそうですか。セ・リーグ向きのやっぱりピッチャーっていう感じなんですかね。まあまあそうだな、言えばね、はい、まあだけどパ・リーグもあるのかもわかんないけども、うん、可能性としたら俺ヤクルトか広島どっちかか、うん、でヤクルトってやっぱりこう大事にしてくれるっていうかさ、うん、まあ他の球団がしてないっていうわけではないけども、よりなんかこう温かくというか、はい、仲間に取り入れてくれるというかね、うん、まあそういう雰囲気のあるチームだし、はい、まあ広島家族だし、はい、だから行きやすいと思うよね。そうですね、うん、どっちも可能性ありますね、五分五分に。あ、俺はあると思うよ、うん、パ・リーグはじゃあどこのチームもどうなんでしょう、可能性というか手を挙げたい球団っていうのは、接触したい球団、まあ楽天とかだよな。楽天か、うん、やっぱ GM が左ピッチャーだっただけに、やっぱ左には注目してると思うしね、はい、まあオリックスタイプではないな。オリックスタイプではない、うん、まあ、左の山崎幸也投手は宣言しましたけれども、うん、そことっていうわけではタイプ、まあそれだったら曽谷を育てたいっていうことを考えない、うん、だからピッチャーの補強っていうのはそんなにオリックスは考えなくてもいいと思うよ、うん、もうムクノキが待ってるからそうですね、来シーズンはムクちゃんがいや本当本当。まあね、これは右だけどもね、はい、まあだけど左右にかかわらずやっぱりあそこは力のあるピッチャー、まあ、そこでこう抑えていこうっていうようなね、はい、まず考え方があるから、まあ、そんなにはいらないと思うし、まあ、西武もいらないと思うんだよね、はい、隅田が育ってきてるし、はい、ドラフト1位でナンバーワン左を取ってるしね、はい、だからそういう意味では左はそんなにいらないと思うんだよ。佐藤もいるし、だからそうだな、パ・リーグ、まあ、日本ハムも取ってもいいけど、はい、そこにお金は使わないような気がするな、日本ハムは。そうか、うん、だからセ・リーグの中で動きそうな感じがするよ。あとは同じ戸柱選手が残留と、はい、まあ、戸柱ね、はい、よかったな、はい、いやよかったなっていうのは、まあ、途中からそのキャッチャーとしてね、まあ、あんまり使われなくなって、で本人と話したこともあるんだけど、はい、いやマスクかぶらせてくれないんですよねって言って、なんかこう疑心暗鬼になってた部分があって、まあそれでちょっと腐ってる部分というか、どうしようかなって悩んだ時期があったんだけども、やっぱこう球団の方が複数年を提示してくれたということで、必要だっていうことになってくるとね、戸柱っていうのはいや必要とされるんだったらっていう、まあやる気を見せるというか、まあモチベーションが上がってきたっていうね、まあそんな感じもするし、だからまあそういう意味では良かったなっていう。そうですね、しかも複数年っていうのは、だから球団がやっぱこうね、使われ方っていうのがちょっと山本と伊藤光に偏った部分があったから、ちょっと腐ってた部分はあったけど、まあだけど複数年というのはもう絶対お前の力が必要だっていう意思表示だからさ、複数年っていうのは、だからそういう意味では良かったなっていう、まあ球団も温かくね、まあ戸柱をこう引き止めたなっていうような感じがしたよね。そうです、だからあいつ義理人形というかさ、そういうのに弱い男だから。そうなんですね。いやだから複数年っていう聞いた瞬間になんか自分もほっとしたんだと思うよ、多分。よかった、いやよかったよかった。だからまあ出ていってね苦労するっていういうよりも、やっぱりそのチームでね、戸柱みたいなスタイルの選手っていうのは、やったほうがいいのかなっていうのは気はするよね。そうですね。まあね、石田投手が FA 権行使というところで、まあここからどの球団が獲得に乗り出して、最終的にどこのユニフォームを着るのか。まあそうだな、まあ楽しみだけども、そうだな、中継ぎであいつ苦労したから。だから先発ができるような球団をこう選んでほしいなと思うよね。そこをまあ条件だったりに本人がしたいっていう、まあ条件はそこまで出すか出さないかわからないけども、石田器用だからさ、まあ中が足りなくて中に入れたりだとか、まあ先発もできるしね。でもどちらかというとやっぱ先発型なんだよね。だから先発できるところに行けるといいなっていうふうには思うけどもね。そうですね。来季どこのユニフォームを着てマウンドに立っているのか。そうだね。した投手も動向が注目される一人ですね。だからDeNA の若手はね、このオフ勝負だからいいチャンスが回ってくる。いやいや、チャンスが回ってくるし、こういうチャンスってなかなかないしね、一気にちょっと抜けちゃうっていうのは、だからチャンスだと思ってね、このオフしっかりトレーニング積んで、まあ来季の春、ローテーションに入れるようなピッチャーが何人出てくるか、まあそれを楽しみにしたいと思うけどね。はい。